宅にはいます。はい、誰にもって言われたらなんか変じゃん。はい、大学院に進学しますので、まだ八王子にいます。木野です。レア度低めのぴょんです。よし、てな感じでもう行こうか。よし、芸級だからほら、それではエンディングです。聞いてください。プレシャスデイズ。君がくれた言葉の数だけ笑顔になって溢れ進む
42期のボーカルパー3人なんですけど、この3人の友情について話す。そう、なんかね、こうタイプが3人違って、全然最初の方、同期の同じパートの人だよってこう3人集められても誰も口開かないみたいな、誰も喋らないみたいな感じで、本当全然仲よろしくなくて、で結構他のパートとかがなんかパート見とかしてなんか和気あいあいしてる中、なんかシーンみたいな、ずっと3人でなんか、あみたいな感じの空気がずっと流れて、1年半ぐらい経って、で2年生の真ん中ぐらいになって、なんかようやく仲良くなってね、今じゃね、こんな仲いいんですよ、こんな仲いいんですよ。次に演奏する曲も、次に演奏する曲は、まあ、ちょっと季節的には早いんですけど、いろんなことが思い返される内容になっていると思うので、ぜひ皆さんも1年間とか2年間とか3年間とか4年間とか、もっと長い、なんかいろんな人生の中での、今までのことをいろいろ思い出してもらえたら、とても感動できるんじゃないかなと思う曲を演奏するので、ぜひ聴いていただきたいと思います。ちょっと準備中なんでね、お待ちください。春風っていう曲を演奏します。よろしくお願いします。抱きしめる、 I'm gonna be
ょっとジョー君から一言。じゃあ、はい、今日卒42期卒業コンサート、一応運営指揮させていただきました42期工学部指名状の工学部よりバードクルーズなのでベースバードの城大志です。あだ名はフェスの受け入れと言います。はい、本当に今日、多くの出演者の皆様、また多くの、お客様、OB、OG の皆様来てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。11月中旬に、会場を撮って撮らせていただいてから本当に長い間、こんなに番数が多い、めちゃくちゃなライブを本当に、応援してくださった OB の皆さん本当にありがとうございます。はい、本当に本当の本当にこれで最後になるので、まあ、さっきちげくんも言ってましたけども本当に、ね、後悔しないように、はい、ここで乗らなくて後悔するぞと、はい、言っておりましたので、はい、本当にもう部員だろうか部員じゃなかろうか、もう人間として楽しめればもうこの時間は最高だと思うので、もう僕から言うことはそんなにないです。本当にありがとうございました。Thank you.
目は終了となります。長時間誠にありがとうございました。